さあ今日のパーフェクトですけどね、果たして誰が優勝するのか、誰が浅田誠吾を3連覇を止めるのか、非常に興味あります。そして女子の方は大城あかりがどうやって佐藤かすみを崩すのか、そこに注目ですね。さあ大事なコーク、お互いブルーアウト、浅田誠吾先行の501。トーンスタート。ここはもうトライいかなかったですね。アレンジですね、まあ、渡辺選手の上がり目がないので。さあここでトネティですね。62、どっから行く、10トリプル、15からの残忍、落ち着いてますよね。180出された後にも焦らずですね、3投をしっかり使ってダブルを決めてくる。
ノーバカット。浅田選手はもう取れるところで取るっていう戦法ですよね。本当1投目2投目のダーツのつける位置が本当に浅田選手はうまいですよね。お膳立てをしてきちんと決めてくるっていうダーツですよね。やはりこの1投目2投目1投目のつけ方ダーツの置く位置っていうのはねすごく大事ですよね。必ず下、下に下につけてきますよね。まあ、そんだけやっぱり狙ってる的が場所が小さいんですよね。狙ってる場所が小さいからやっぱりスキルっていうのも当然つけるんでしょうね。トリプルらへんじゃなくてトリプルの下、次のダーツを考えて必ずダーツを置く場所を決めてます。ここがやっぱり一歩進んでるんじゃないでしょうかね。やっぱここまで徹底できてる選手はちょっといないですよね。ナンバー間違えましたね、今のね。19、17、15、ちょっとごちゃごちゃになってたんでしょうね。じゃあ続いての対戦が上がってきましたか。ベスト8の1回転目、八千のというこのスーパー対決ですね。八千千の看板ゲーム。までですね。はい、はい、インナーからのアウター。
ビッグラウンド、ビッグラウンドです。なんか女子の方、次の配信台何ですかっていう質問なんですけど、ベスト8の小川優衣、浜田織江戦を配信します。小川優衣選手は昨日16時間かけて都の城から名古屋まで来たそうです。すごいです。西哲平選手と一緒に来たんですかね。ビッグラン、最初のコーク勝ったもうビッグラウンドでいいんじゃない。ああそうですね、最初のコークで一回ビッグラウンド言ってみますか。怒られるやろうなそれな、もうふざけんなみたいなね。強いですね。浅田聖吾ベスト8進出です。さあ、一旦 CM 行ってください。